だまだいけるぜ。ここだ、ここだ、突き抜け、シーター、止めろ、やった、リーダー、ここだ、ここだ、目が、やった、セイセイ、仕方ないな。よ、船、よ、弾幕、弾幕、船、船、止まれ、弾幕、弾幕、交代します。でしょう。別格ってやつか。ヒイラギはこんな化け物と一人で戦ってるのかよ。とにかく追いかけるぞ。まゆちゃんも他の人も無事でよかったですね。
弱はしていましたけど、命に別状はないみたいですし。まあ警察にはさすがにいろいろと聞かれちゃったけど、あのじいさんがいろいろとごまかしてくれたのは助かったよ。あまり思い詰めんな。ヒイラギはプロだ。簡単にやられたとは思えねえ。あのバカが手に余るとか偉そうに言いやがって。コウ先輩、さすがにコウ先輩を足止めってのはやりすぎだよね。そういえばあのソウルデバイス、あの後先輩のサイフォンに吸い込まれてたよね。ああ、異界化の収束と同時にこいつに吸い込まれやがった。一体どうなってんだか。現実世界で権限できなくなり、霊視情報の形で保存されたのでしょう。あ、北斗先輩？ゲゲ。どうして生徒会長さんが。こんにちは、皆さん。高畑君も時坂君たちに協力することになったんですね。ああ、切った張っただったら力になれそうだからな。しかし北斗、昔から底知れない女だとは思ってたが、まさかヒイラギと同じ裏の世界の人間だったとは思わなかったぜ。あ、それってそこ知れないなんて買いかぶりだと思いますが、ヒイラギさんと同じく異界についてある程度知っているのは確かです。彼女と私では立ち位置が異なりますが。立ち位置、裏の世界での縄張りか。はい、私が属するのは異界に関わる企業連合、ゾディアックと言います。異界に関わる勢力はいくつか存在していますが、ネメシスとゾディアックはその代表格であると言えるでしょう。ネメシスは最初に異界の存在を確認した組織、異界の監視管理を目的に独自のネットワークを構築し、関連する事件に対処しています。一方、ゾディアックは異界の利用を主目的とする12の巨大企業の連合。日本では北斗ともう一社がそこに名を連ねています。まあ関連企業や純ゾディアックを含めると数千社もの規模になりますが。なんだか頭がクラクラする話ですね。そんな企業連合ってのが世間では知られてねえってのか。いや、ネットの世界ではゾディアックの名前をそこそこ見かけることがあるよ。
正直よくある陰謀論の一つくらいに思ってたけど表向きはライバルとして競い合っている企業ばかりですから。ですが異界に関わる技術協力や異界によって経済危機が発生した時、一致団結する形で機能します。各国の政府を差し置く形で。国の意向すら飛び越えて裏の世界を仕切ってるってわけか。表は表、裏は裏というわけですね。異界を認識できる人が少ない以上、政府はそれを公言できません。代わりに裏に危機があった場合、ネメシスやゾディアックが動いて解決することになります。まあどちらが解決するかでいろいろと揉めることも多いのですが。それって縄張り争いですか。目的と立ち位置の違いですね。異界を監視管理するネメシスと異界を利用しようとするゾディアック。お互い技術交流もありますし、協力して問題に当たることも多いのですが、残念ながら直接的な衝突に発展することもあります。直接的な衝突少なくとも森宮において私と柊木さんが衝突したことはありません。むしろ今まで何度も協力を呼びかけているのですが、なかなか応じていただけていませんね。わかる気がするぜ。一緒に組む相手としては底知れなさすぎんだよ、お前は。そう言われましても、3年前の事件とか高畑君たちとうまく協力できたと思うんですが。だから言ってんだろうが。ったく、カズマもお前のことはやたらと買ってやがったし。なんかいろいろとあったみたいだけど知りたいような知りたくないような。先輩の立ち位置はなんとなく分かったっす。それで柊木が無事ってのは本当なんですか？ええ、それは間違いなく。時坂君のサイフォンから柊木さんのソウルデバイスのデータが消えていない限りは大丈夫です。柊木さんの命が失われたらそのデータも消滅するはずですから。それはさすがに理屈としておかしくない？ソウルデバイスの基礎技術はネメシスで開発されたので詳しいことは分かりませんが、的確者の魂と一対一で存在しているのは確かなようです。だから大丈夫、柊木さんはきっと無事でしょう。そうですか、よかった。だが根本的な解決になってるわけじゃねえな。ええ、先輩たちは何かつかめていないんですか？柊木がどこに消えてどうやったら助けられるのか。残念ですが現時点ではこちらでもつかめていません。もっともつかめていたとしてもお教えするつもりはありませんが。な、北斗、お前、通常の異界事件であればお教えしたのでしょうけど、今回の怪異の脅威度を考えるとさすがに危険すぎますから。今回の怪異、何なのさそれって。グリムグリード、
脅威度 S ランク以上と言われる現実世界に直接干渉できる会議です。通常の迷宮の主エルダーグリードに可能なのはあくまで得意点を介した干渉のみ。しかしグリムグリードは現実世界の環境すら変化させ、自らの眷属を異界の外に送り出せるほどの力を持っています。今回の霧と影の手、それがグリム・グリードってのが絡んでいる証拠ってわけだな。ええ、過去には町一つが全滅した例もあるくらいです。その意味で一般人である皆さんを巻き込むことはできません。おそらく柊さんもそう考えてあなた方を遠ざけたのでしょう。今回の件については以後ゾディアックの専門部隊が引き継ぐ予定となっております。柊明日香さんについても一応救出対象となるでしょう。でもそもそもお姉さん誰なわけ？あ、申し遅れました。三月お嬢様の秘書を務める雪村京香と申します。以後お見知りおきのほどを。どうもす。いかにもただものじゃなさそうな雰囲気だが。講師にわたってサポートしていただいています。ちなみに近いうちにネメシスの動きもあるでしょう。場合によっては彼女に代わる執行者が派遣されると思います。執行者？ネメシスにおけるエージェント的な存在ですね。選ばれるのはトップクラスの霊能者、異能者、魔導士のみ。柊さんは若くしてエースと呼ばれるほどの実力者だとか。アスカ先輩が。それなりに優秀だとは思ったけど。ですからどうか心配しないでください。ゾディアックもネメシスもこの事態を決して座視はしません。柊さんの安全も含めてどうか任せていただければ。ふざけんな。え？ヒイラギや先輩の立場は分かった。それぞれ異界への思惑や考え方があるのも確かなんだろう。だがちょっと見損なったぜ。あんたはこの森宮学園の生徒会長でもあるんだろう。ネメシスだとかゾディアックだとか裏の事情を話すよりも前に生徒会長として行方不明の学園生を何とかするくらいは言ってくれよ。だいたい柊も柊だ。俺たちを足手まといだと思うのはこの際仕方ねえ。こちらが苦戦した影の手を一人で圧倒してたくらいだからな。だが俺たちは今まで間違いなく仲間だったはずだ。空手部の件、神様アプリ、ブレイズ、いくつもの事件を一緒に解決してきたんだろうが。それなのに最低限の事情も話さないで勝手に消えるなんざ、いくらなんでも不義理が過ぎるってもんだろ。先輩。はい、ちょっと水臭すぎです。
まあ情報封鎖は気分が良くないかな。ああせめて一言くらい文句を言わなきゃ気が済まねえ。だから悪いが北斗さん、あんたらが何を言おうが俺たちは勝手に動かせてもらうぜ。ですが さすがのお前も一本取られちまったみたいだな。そうみたいです。学生としての本分完全に見失っていたみたいですね。でしたら時坂君、ここから先は北斗の人間でもゾディアックとしてでもなく、北斗美月個人として皆さんに協力させていただけませんか。え？お嬢様？
おお、何の用だ。それじゃあな。おお、何の用だ。それじゃあな。おお、何の用だ。また来い。